メールレバンはフランス北部のオードフランス地域圏、ソンム圏にあるコミューン。白亜のダンガイルトレポールから取った街のパノラマメールレバンは D1015 条にあり、アブビルの 40km ほど西に位置している。ソンム側の河口でイギリス海峡に面している。ピカルデ地域圏とオートイコールノルマンディ地域圏の境界でもある。干潮時には高い崖の下に、 一キロメートルほどのビーチが現れる。崖からはノートルダム寺院などを見渡すことがきる。街はウーヤル・トレポールに隣接している。メールレイバンはコミューン間協力公施設法人のコミュニティに属している。ビーチの小屋と別荘旧石器時代と新石器時代にはローマ神話の神マールスの名誉を称えた寺院が作られた。1860年頃には 漁村でファッションが爆発的に行した。1872年にはフランス北部鉄道が開通したアリ氏として知られていた貴族が一夜間にあり、石の中に刻んだ縦型の紋章はミトン家と現在の市長のオフィスの一つを飾る。この紋章は1962年12月に採用され、今日の町の公式な紋章となっている。リュカケ、トルシー メールレバンの領主はすべて古文書の中で触れられている。この街はもともと小さな漁港だったが、パリからルトレポールまで鉄道が建設されると発展した。パリからこの鉄道で3時間で街へ行くことができ、海水浴などを楽しむことができた。街の景観を守るため、プラスチックのドアやローラーシャッターは禁止されている。 特有の設計の建物が多い町海岸の遊歩道町の最大の産業は世界でも最先端の香料ボトルを生産する35番のガラス製品だ。また町は海岸のリゾートの評判にも頼っている。名誉あるザ・パビオン・ブルー・リーン・ヨーロッパの賞を2006年に受賞している。町の別荘は毎年新しく建造され町は成長を続けている。 メールレイバンは定期的に洪水に悩まされている。軍は洪水を食い止めるため土のを使って守っていた。現在は洪水から町を守るために三つの障壁が建てられている。これは崖の下に置かれ岩などでできている。セグロカモメやユリカモメの両方は空で豊富に見つけることができる。また紫以外。 様々なかに、エビやクルマエビも生息する。ありがとうございます。